ポーハタン、ポーハタン、A、ポーハタン、綴りはポワタンあるいは、パオホトンという形もある。あるいはポーハタンデナペ、A、ポーハタンデナペは、アメリカインディアンの部族名である。また、ポーハタン族と連携した強力な合議制、部族連邦の名前でもある。ポーハタンという名前は、ワフンスナコック、ポーハタン州長としての方がよく知られているの、出身である集落あるいは、 町の名前から得られたと信じられている。その町は、現在のリッチモンド市の東端に位置した。ポーハタンは、町が川の航行可能な上限に位置していたが、その川を呼ぶときに、インディアンが使った名前でもある。その川は、現在ジェームズと呼ばれ、イギリス植民地人がその国王ジェームズ一世に、ちなんで改名したものである。ポーハタンは、バージニア・アルゴンキン語であり、意味は不明だが、 ポー、あるいはパウあるいはパオマイナスと破綻を組み合わせたもので、水流の中の滝という意味とする説もある。ゴビの破綻は、ジェームズ川の滝近くにある岩が露出しているところを指している。似たような言葉として、マンハッタンがあり、その、破綻は、島の西部に沿ってある岩の多い地形を表している。ポー破綻の集落は、ジェームズ川の爆風船にあった。 ヘンリコ軍東部のポーハタンヒルは全体的にインディアンの集落近くにある。ポーハタン軍とその軍庁所在地ポーハタンは、ポーハタン連邦の領土の西側に後年設立されたものであり、ポーハタン酋長の栄誉を称えて名付けられた。ポーハタン族はバージニア海岸地域の幕府線から東に住んでいる。丈夫な木の枝を柱に、イグサよび樹皮で折ったビグワムを家屋にして、 小さな集落に分かれていた。集落には、トウモロコシ、豆、カボチャを中心にした農場があり、近辺の大きな森で釣り明かりを行ってもいた。集落は、部族のクラン、氏族に属する多くの血縁家族で構成されており、部族は、男女の酋長を、朝廷役とし、呪い師と組んだ、協議会を構成していた。集長は、部族民を支配するような、王や女王、 皇帝というようなものではない。部族の方針や揉め事は、ロングハウス、長方形の会議場の中で、部族民が会議の日、カウンシルファイヤーを連座で囲み、大いなる神秘のもと、調停者、州長たちの合議によって決定される。すべては合議制のルールの下で行われ、絶対権力者が部族を率いるというような白人社会の独任制ルールは存在しない。これは、 現在のポーハ波炭社会でも変わらない。国立公園局による調査によれば、ーハ波炭の男性は選手かつ狩猟者であり、女性は濃厚者かつ最終者だった。イギリス人は男性が敵や獲物を追いかけるときは森の中を後半に走り歩き回り、背が高く、ほっそりとして、金星の取れた体をしていたと記述した。女性は背が低く、 穀物の世話をし、トウモロコシを叩いて、粉にし、好みを集め、その他家内の雑用をこなして、時間を過ごすために強だった。男性が遠くまで狩猟に出る際には、女性が狩猟用のウィグワムを作った。ポーハタンの国内経済は、両性の労働にかかっていた。男性は弓矢を射るのに邪魔にならないよう、髪の毛の右側を反り上げていた。 男女とも鹿川の腰布の姿で生活し、幼児は全裸だった。彼ら北東部のインディアンはすべて農業を行った。彼らは周期的にその集落をあちこちに移した。村人は焼き綿農業を行った。集落は土壌の生産性が次第に落ちていき、土地の魚や獲物の動物が少なくなると別の土地に移された。集落の場所を変えるごとに、 火を使って開墾し、移動後にはかなりの広さの切り開かれた土地が残った。インディアンたちは東部中で獲物の動物の生息地をかなり広く開いておくためにも火を使っており、イギリス人植民地人は後にそれをアレチと呼んだ。ポーハタン族も豊富な魚場を持っていた。バッファローが15世紀初期にはこの地にもやってきた。この時期のポーハタン族の生活様式については、 ヘンリー・スペルマンという名のイギリス人がに貴重な記録を残している。彼らのポーハタン語は東部アルゴンキン語族語に属しバージニアアルゴンキン族とも呼ばれた。最初期に白人が接触した時には現在のバージニア州東部に住んでいた。その名前は主要河川の航行可能な上限近くにあった集落から生まれたと信じられており、その集落も川もポーハタンと呼ばれた。 16世紀後期と17世紀初期、ワフンスナコック、ポーハタン州長という州長が、ピースメーカー、調停者となり、手なマか、人口密度の高い土地という意味と呼ばれる東部、バージニアの王を追うおよそ30部族と、色濃い連邦のような強力な連邦国家を築いた。ワフンスナコックは6部族間の調停役を継承したが、イギリス人入植者が、 そのバージニア植民地を1607年にジェームズタウンに設立した時までに30部族以上を氏族としていた。ワフンスナコックの属するポーハタン連邦を構成していた当初の6部族とは自身のポーハタン族とアロハットク族、アッポマットク族、パムンキー族、マッタポニ族及びチスキアク族だった。ポーハタン連邦は1598年までに下校単族を その提携部族に招いた。その他の提携部族としては、パムンキー川そばのユータナンド族、ラッパハンノック族、モラウタカンド族、ウェイアノオ族、パスパヘイ族、およびナンセモンド族などがいた。大きな集落としては、クイユーコハノック、ワラスケオクなどの村が知られた。さらにこれらすべて同じ言語を話す部族の中に、密接な関係を持った部族がチッカホミに変わりに、 住むカホミニ族だった。トーマス・ジェファーソンの有名な作品、バージニア覚書、1781年から1782年の中で、ジェファーソンは、ポーハタン連邦が約2万平方キロメートルの領土を占有しており、人口は約8000人、そのうち2400人は戦士だったと推計した。これらの士族は、それぞれが自治を保っており、 別にポーハタン族がタブ族を支配していたわけではない。インディアンの社会に中央集権というシステムはなく、首都という概念も当てはまらない。ポーハタン族の暮らした集落の位置は白人がインディアン戦争でこれを徹底的に破壊してしまったため、現在では正確な位置はわからない。ポーハタン族はポーハタンを最大集落としていた他に、 その東1 2 0トルにもう一つ、ウェローコモコという大集落を持っていた。ウェローコモコは、ジェームズタウンからわずか2 4トルの至近距離に、あると当時の植民地イギリス人が述べているが、現在のウェストポイントから下流に4 0トル、というものもあり、その記述が矛盾している。長い間、ウィコミコ近くと考えられており、21世紀初期の 実地考古学調査では、ジェームズタウンから直線で 19km の距離にあるパータン湾沿いの場所を特定したが、ここだと、ウェストポイントから下流に 40km という、前室の記述よりも近いものになる。1609年頃、ワフンスナコック州長たちは村を、ベローコモコから、チカホミニー川水源にある湿地に位置するオラパケスに移した。現在では、 週間高速道路64号線と295号線のインターチェンジ近くである。1611年から1614年のいずれかの時点で、ワフンスナコック州長はさらに北の的チャットに村を移した。現在では、キング・ウィリアム軍のパマンキー川北岸にあたり、その弟、オペチャン・カナウがいるユータナンドからそれほど離れていない。ポーハタン連邦はその領土の中に、 イギリス人入植者に北アメリカで最初の高級的入植地を作られたインディアン部族として有名である。これはインディアン部族連合国家の没落の始まりでもあった。白人の上陸と同時に彼らとの間には殺し合いが始まった。インディアンたちはイギリス人以前にすでに当地に上陸したスペイン人との紛争があったために白人に悪感情を持っていた。 このため、イギリス人が上陸した途端に、揉め事が起こり、さらに、イギリス人は彼らに問答無料で銃撃を加えている。こうして、ジェームズタウンに、イギリス人が上陸して、わずか2週間以内には、インディアンが射殺されるという事件が起こった。当初、入植白人者たちは、友好的な関係を望み、インディアン側に食べ物をこい、取引する計画だった。 クリストファー・ニューポート船長は1607年にジェームズ川を遡る最初の探検を引き、ポーハタン族の州長、パラハントと初めて出会った。ニューポートは当初パラハントが最高位にあるポーハタン州長、すなわちワフンスナコックだと誤解した。だがそもそもインディアン社会には最高位の立場など存在しない。パラハントは朝廷者として、 侵入者との交渉の矢面に立ったのである。このジェームズタウンへのイギリス人上陸をきっかけに、続々と入植白人の侵略が始まり、インディアンの土地を参拝していったことで、その後37年間ほとんど絶え間のない紛争に繋がった。ニューポートは最高位にある州長、そんなものは存在しないに、儀礼用の王冠を被らせ、インディアンの友好を得るために、 多くのヨーロッパからの贈り物を贈呈した。ニューポートは、ポーハタン族との友好が小さなジェームズタウン、植民地の存続に不可欠であると判断した。白人は、インディアンの州長を、王、または、支配者だと思い込んだ。彼らは、ワフンスナコック、ポーハタン州長を、ポーハタン連邦の野蛮な皇帝と呼び、ワフンスナコックが、ポーハタン族を支配していると勘違いした。 このため、白人たちは、ポーハタン州長と盟約し、彼を懐柔すれば、ポーハタン連邦の全部族民がこれに従うだろうと思い込み、この州長に王冠を被らせ、従属の図式を作ろうとしたのである。しかし、そもそもインディアンの社会は、イギリスのような国王が支配するような帝国ではなく、合議制に基づく民主主義社会である。 インディアンたちから見れば、白人の企んだ、この、催し事は、白人がやってきて、贈り物と一緒に調停者に冠を被せただけに、過ぎない。何はともあれ、白人は彼らに贈り物をしたので、インディアンたちは、白人が和平を結ぶつもりであるということは理解した。一方、植民地議長となったジョン・スミスは、マーティン船長の指揮で軍隊を派遣し、 ナンスモンド族領地の島を占領し、ナンスモンド族を追い出した。同時に、別の部隊を、フランシス・ウェストの指揮で派遣して、滝の近くに砦を建設し、その後いくらかの道と引き換えにパラハント族から近くに、あるポーハタンの防御策で囲まれた集落、現在のリッチンドにあった）を購入した。白人はインディアンから土地を購入したつもりでいるが、インディアンには、 土地を売り買いするという文化はないから、彼らはこれを理解していない。インディアンから見れば、贈り物をしたのだから、ここから出て行って、もう戻ってくるなということである。インディアンがこれを納得できるわけがなかった。白人の方は、部族の実力者である州長が調印すれば、部族民はこれに従い、土地を明け渡すだろうと思い込んでいるのである。スミスは植えた。 植民の要求に従い、インディアンからの食料略奪を始めた。スミスは船をあちこちの沿岸に乗り寄せ、地元のインディアンの村々を襲い、州長を人質にとって村人を脅迫し、トウモロコシや食料を強奪した。スミスはパラハント族から買ったつもりの集落をノンサッチ、無比のものと解明し、ウェストの兵士たちをそこに住まわせようとした。 ジェームズタウンの境界を越えて入植地を拡大しようというこれらの企みはどれも防波炭族の抵抗にあったために失敗した。スミスは火薬事故の傷がもとで1609年にバージニアを離れてイングランドに戻り二度とバージニアに戻ってくることはなかった。その後まもなく二番目のイギリス人による砦、でアルジャーノン鳥でが結空炭族の領地内に作られた。 スミスがインディアンに対して行った誘拐、略奪、殺人、脅迫は、ポーハタン族をはじめ地元のインディアンたちに強い怒りと憎しみを植え付けた。スミスは、ポーハタンの村の一つを襲い、ワフンスガコックの弟のオペチャンカナウ州長に銃を突きけ、トウモロコシ20トンの要求という村の存続を危うくするほどの脅迫を行っている。1609年11月、 ジョン・ラトクリフ船長がポーハタン連邦の新しい村、オラパケスに招かれた。ラトクリフがそこで攻撃するためにパムンキー川を遡っていくと、入植白人とポーハタン族との間に戦闘が始まった。騎士に上がっていたイギリス人すべてが殺されたが、この中には部族の女性に拷問されたラトクリフも入っていた。ピンネース船に乗っていた者たちが脱出し、その話を ジェームズタウンに伝えた。次の年の間に、ポーハタン族は、ジェームズタウンの住人を襲い、多くを殺した。住民も反撃したが20人を殺したに過ぎなかった。しかし、1610年6月にジェームズタウンに、新しい総督第3代デラウェア男爵、トマス・ウェスト、現代ではデラウェア教として知られるが到着し、第1次、アングロポーハタン戦争を始めた。 白人たちは、ポーハタン州長の娘ポカホンタスを交渉の人質として拉致し、一年にわたり監禁した。白人たちは、ポーハタン州長を部族の支配者だと思い込んでいるから、その娘を人質とし、脅迫すればインディアンたちは従うだろうと白人の流儀で考えたのである。侵略者たちは、ポーハタン族とポーハタン州長に対して、捕虜の返還や武装解除。 食料、トウモロコシを要求した。白人が本当に彼らと和平を結びたいなら、ロングハウスの会議の日の周りで、大いなる神秘の下、聖なるパイプでタバコをし、飲みし、贈り物を交換し、合議の下でこれを行うのが筋である。武力で脅迫してもインディアンは反発するだけである。拉致監禁されたポカホンタスは、キリスト教の洗礼を受けさせられ、 タバコ農園主のジョンドルフと釈放を引き換え条件2614年に結婚した。調停者であるボーハタン州長と白人が縁組したことで、ほんのわずかな間、インディアンと白人に平和な時期が生まれた。しかし、数年のうちに、ワフンスナコック州長とポカホンタスが病気で死んだ。州長はバージニアで死んだが、ポカホンタスは植民地プロパガンダのために、 ロンドンに連行され、向こうで死んだ。一方、イギリス人入植者たちは再びポーハ単独領地の侵略を続けていた。1618年に、ワフンスナコックが死んだ後、弟である、オペチャンカナウ州長、以前、スミスに銃で脅迫されているは、入植者と敵対姿勢を強めた。オペチャンカナウたちは白人を追い出そうと1622年と1636年に、 ジェームズタウンの虐殺を行った。これらの試みは、イギリス人からの強力な反撃に遭い、結局は、部族自体が虐殺されることとなった。ポーハタン連邦は1646年までに、大半が破壊された。イギリス植民地の拡大が続き、それまでの白人に加えて、黒人奴隷の数も増加し、特に17世紀なばまでの期間には、 彼らの中で年季暴行としての期間を経て自由を獲得した解放奴隷たちによってさらにポーハタンの土地が侵されていった。1644年の第2次アングロポーハタン戦争でバージニア総督ウィリアム・バークリーの軍隊が都市90内市100とみられる老、オペチャンカナウを捕らえた。オペチャンカナウは捕虜となり、 護衛役の白人兵士から背中を撃たれて殺された。白人たちは衆長を反乱の指導者だと思い込んでいるから、この老朝廷者を捕らえ、命まで奪ったのである。オペチャンカナウの死後は、ネクトワンスが衆長、朝廷者を継ぎ、その後、トトポともい、さらに後にはその娘の国家ス介が継いだ。1665年までに、 防波タン族はその年に法制化された白人の厳格な法律に従わせられることとなり、総督に指名される州長を受け入れることを強いられた。インディアンの州長は誰かに指名されたり選ばれる、類のものではない。侵略者たちはインディアンの州長を主張だと勘違いしているのである。白人からこのものを州長、ピースメーカーに選んだから、このものに従え、と言われても、 インディアンが納得できるはずがなかった。1676年のベーコンの反乱の間にナサニエルベーコンによって捕獲したインディアンが奴隷化された。インディアンの奴隷制はそのわずか15年後にあたる1691年にバージニア植民地議会によって公式に廃止された。しかし多くのポーハタン族は18世紀に入るまで奴隷状態に置かれた。残るポーハタン族は 白人や黒人入植者に同化する者もいた。1684年のオールバニ条約の後では、ポーハタン連邦全てが消滅した。ポーハタン連邦が存在しなくなってから長年が経過して、その地域の日数マイルの地は、ポカホンタスの父はフンスナコック州長の栄誉を称えて、バージニア植民地の中のポーハタン軍と命名さた民主主義社会であるポーハタン族は、 君主聖社会であるイギリス白人に破壊され征服された。ポカホンタスはイギリス人入植者ジョン・ロルフと結婚し息子トーマス・ロルフを産んだがトーマスはロルフの実の子供ではない。実際の父親はロルフの上司のトーマス・デール教とみられている。バージニアの入植者の子孫の多くがインディアンとヨーロッパ人の双方にそのルーツをたどることができる。 後に植民地の議長になったジョン・スミスは、1607年12月に、地下ホミニー川を遡って、ポーハタン族の領土を物色中、ワフンスナコックの弟であるオペチャン・カナウに、捕まえられたと後に語った。スミスは、最高位にある州長、これは白人の幻想であるに、初めて会見したものとなったと自称している。スミスは男ぶりを誇示したがる。 植民仲間の間でも評判のほら武器だった。またインディアンを裸の野蛮人と呼び、彼らをこき使いたがることで有名だった。この時、スミスによると一つの事件があった。彼が1624年に書いた本の記述によれば、野蛮なインディアンどもに捕まり、ワフンスナコック州長によって百叩きの刑で殺されかけた州長の娘ポカホンタスが、 この処刑を身を呈してかばって助けたということである。この真偽不明の武勇伝は白人アメリカ人の間でインディアンにも身を呈して白人を救った良いインディアンがいたという美談として白人によるインディアンの領土侵略とインアン戦争を美化する格好のプロパガンダとしてもてはやされることとなった。多くの歴史家やインディアンがこれはスミスを 部族の中に迎え入れるための単なる通過儀礼だろうとしている。が、現代の著作家には、その解釈に異論を唱える者もいて、彼らは17世紀ポーハ単族の迎え入れ儀式について、白人側が何も知らないことと、この種の儀式は白人に知られている、通過儀礼と異なっていることを理由にしている。一方で、他の歴史家の中で、例えば、ヘレン・ラウントリーやカミラ・タウン・ゼンドは、 果たしてこのような出来事があったのかどうかを問題にしてきた。彼らはスミスが1608年と1612年の証言ではこのことに言及しておらず、ポカホンタスが有名になった後の1624年の自助伝で初めて付け加えたことを指摘している。また、スミスは、ポーハタン州長が処刑を命じたと書いているが、インディアンの州長は、指導者ではなく、誰かを処刑させる。 要命令するような立場ではないし、命令するような権限を持っていない。儀式はノロイ氏が取り仕切るものであって、州長が関与することではない。スミスは、インディアンの社会システムをそもそも正確に理解していない。また、スミスの吹聴調した、この、武勇伝は、これがオリジナルでもなく、スミスの半世紀以上も前に、スペイン人、エルナンド・デ・ソトが南東部でこれとそっくり同じ話を、 記録している。どちらにせよ、スミスが武勇伝で語っている1607年12月と言うと、すでにポーハタン族はイギリス人たちと和平の儀式を交わした後であり、ポーハタン族にはスミスを処刑する理由がない。また、そもそもポカホンタスは当時10歳程度の幼女であり、児童がそのような儀式に出席することはあり得ない。ポーハタン族の現在の宗教である。 ロイ・クレイジー・ホースや、氏族であるマッタポニ族のカスタロー州長は、このスミスの美談そのものを、全くの作り話として否定している。現在、バージニア州には、かつてポーハタン連邦を構成したインディアン部族が、共同体を維持している。およそ5000人のポーハタン族が、バージニア州におり、チッカホミニー族、東部、チッカホミニー族、モナカン族、ナンセモンド族、 パムンキー族、ジョーブ、マッタポニ族、ラッパハンノック族の合計7つの部族が、州政府にイディアン部族として公認されている。しかし、アメリカ連邦政府による公式な認定は拒否されており、連邦規定では彼らは絶滅したことになっている。パムンキー族とマッタポニ族が、キング・ウィリアム軍にバージニア州立のホチ・リザベーションを領有しているが、 連邦規定に基づくような強い自治権限は持っていない。インディアン寄宿学校による強制同化政策によって、ポーハ単語は禁止され、部族民は現在では、ポーハ単語を使っていない。現在、この言語の語彙を再構成しようという試みが行われている。資料のいくつかは、スミスやウィリアムストラチーが作った単語表である。ポーハ単軍は、 州庁とその部族の栄誉を称いて名付けられたが、その支配下にあった土地から西に約1 0 0トル離れている。リッチモンド独立市の中で、東端のスリーヒルファームは、伝統的にポータン州庁の出身である集落に近いと考えられてきたが、その具体的位置は不明である。ポーハタン族は、ウォルトディズニーのアニメ映画、ポカホンタス、百九十五年に登場するが、 インディアン側からは、全くポーハタン族の姿でないと指摘されている。ポーハタン族自体も、ロイ・クレイジー・ホース州長がこの作品に対して、史実をねじ曲げているとして、公式声明の形で抗議を行っている。ハリウッド映画界はなおも、歴史的により正確な表現をしようという試みで2005年に、新世界を制作したが、幼女であるポカホンタスを、 成人女性が演じているなど歴史的正確さからはほど遠い内容となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。